いよいよ中国戦ですよ。そんな中気になる報道があるとか。試合後その通りになってないといいですけどね。まあ中国戦と聞いて心配なのはそこだからな。ということで今回は中国戦直前の反応とおまけについてやるのでぜひ、最後まで見ていってくださいね。ではまず直前の反応からいきましょう。日本代表選手の総市場価値は約478億円。我が国の30倍だ。日中戦を前に、圧倒的な戦力差に中国メディアが愕然。ほぼ欧州組。Jリーグ勢は5人だけ。11月19日に開催される北中米ワールドカップアジア最終予選の第6節で、日本代表は中国代表とアウェイで対戦する。15日のインドネシア戦に4-0で圧勝した森保ジャパンは、総当たりの1巡目を終えて、4勝1分けの勝る点13。2位のオーストラリアに7ポイントをつけて首位を独走している。一方、第1節で日本2-7の惨敗を喫した中国代表は、3連敗スタート。そこから2連勝で4位に浮上したものの、同国のメディアは日本との戦力差を嘆いている。市場価値とか本当に好きですよね。わかりやすい基準になるからかな。G ボーバーは両軍の選手の市場価値を比較、こう報じた。日本代表の総市場価値は、久保建英の5000万ユーロ、三笘薫の4500万ユーロなど、2億9000万ユーロ、約478億円、近くに達する。中国代表の総市場価値 932.5 万ユーロ、約15億円、の30倍だ。記事は、ほとんどの選手は欧州リーグでプレーしており、Jリーグからはわずか5人だ、と続けた。圧倒的なタレントの差に愕然としているようだ。まあこのくらいの差はありますよね。初戦では7-0だったしね。市場価値動向関係なく圧倒的な戦力差がある。でも普通に比較する分には全然いいですよね。問題はここからみたいだぜ。日本 VS 中国で不穏報道、少林寺サッカーを使うべき、何人かを破壊しなければ。見てください。この不穏すぎるタイトルを、正体表したね。いやもう正体も何もずっとこうですけど。日本が恐れてるのはこれだよ。無事に終われるかどうか。北中米ダブルハイアジア最終予選第6戦19日、アモイ、デモリアスジャパンとホームで対戦する中国代表に地元のサポーターが激烈エールを送った。中国メディア、ネットイースは、中国代表は第6戦を迎える。アジア最上位の日本チームと対戦するが、初戦で中国チームは0-7で敗れ、アジア最大の負け記録を樹立したため、今回の再戦では誰も中国代表に期待していない。悲劇的な敗北は不幸中の幸いだ。とし、日本チームは私たちにとって乗り越えられない山になるでしょう。と悲壮感を漂わせた。誰も期待してない割にやたら盛り上がってますけどね。お手本のようなツンデレよねこれ。本当に期待してないならわざわざ反応しない。心のどこかで、もしかして。ってのがあるからでしょ。直接的なライバルであるインドネシアとバーレーンに勝利して4位にいますからね。これで期待するなって方が無理な話です。これで日本戦引き分けられたらさらに可能性は上がるわけだからな。ツンデレオツ。その上で同メディアは中国人サポーターの声を紹介。代表チームはホームアドバンテージをうまく活用し、あらゆる種類の少林寺サッカーを使うべきだ。たとえ日本に勝てなかったとしても、主力の何人かを破壊しなければならないだろう、と日本チームに中国代表の鉄拳を感じさせてください、と物騒な意見が出ているという。見てください。これが中国流の激烈エール、だそうです。激烈じゃなくて卑劣だなこりゃ。なんかうまいこと言ってるようでまるでうまいこと言ってない。なんとも中国らしい反応だと思いつつ、これはさすがにごくごく一部だろうとも思ったが、これを中国メディアがサポーターの声として紹介してることに気づいてくさ。お気づきになられましたか。この野蛮なコメントを中国メディアが中国サポーターの声として紹介する異常性に、驚くことは何もない。それは世界基準から見た場合の異常であって、テコンドーサッカーと少林サッカーをする韓国と中国からすれば通常だからだ。それに巻き込まれる日本ですよ。迷惑すぎる。これまでも日本対中国の試合は大荒れの展開になることが多く、過去に中国選手のラフプレーにより負傷者も出ている。当メディアは中国代表が最高のパフォーマンスを発揮して、勝ち点を奪えなかったとしても、あまりひどい負け方にならないことを願っている、と報じていた。この人たちはあまりにひどい負け方というのはスコアだけでなくラフプレーした場合もそうであることをそろそろ理解してほしいですね。てか終わりの展開って、これ一方的に中国がラフプレイしてきてるだけだからね。この点は普段の中国まんまだわ。力ずくでなんとかしてやろうってのがサッカーの場合はラフプレイという形で出てるんでしょうね。中国ってさ、反応は割とまともな場合が多いけど、その分遺憾なくラフプレイでその国民性を見せつけてくるよな。反応や報道は割とまともですよね。でもその中でもたまに変なのがありましてですね。これもですし、次もです。怪我を恐れている、サッカー日本代表につけ入る隙があるのか、中国メディアが指摘、全力を尽くすかどうかには疑問符が。そうだよ。こっちは怪我を恐れてるんだよ。少林サッカーやめろよ。
というか全力を尽くすか疑問符と指摘する中国メディアに私は疑問符ですよ。どこにワールドカップ予選で全力出さないチームがあんだよ。中国メディア、ホウオウモウは、両チームの力の差は明らかであると認識しつつ、3つの点で中国代表が有利との見解を示した。3つも有利な点があるそうです。本当かいな。同メディアは前回対戦とは違い、日本代表につけ入る隙があると考えている。同メディアは、初戦の日本代表の目標は勝ち点3だったが、日本代表はすでに出場権獲得を視野に入れており、多くの選手がヨーロッパのクラブでプレーしていることは注目に値する。したがって、日本代表が全力を尽くすかどうかには疑問符がつく、と報じた。続けて、中国代表には3つの利点があるとして、1つ目はホームでプレーできること。2つ目は中国代表は日本代表よりも休養日が1日多く、体力面で有利であること。3つ目は、日本代表が予選を通過するのにほとんど問題がなく、それよりもヨーロッパのクラブでプレーする選手が怪我を恐れていること、との見解を示している。1つずつ行きましょうか。ホームでプレーできること。これはまあその通りね。一般的にホームチームのがいろんな面で有利。まあむしろホームのがアウェイよりも相手がやりやすかったなんてこともよくありますけど。二つ目のはそもそもインドネシア戦の開催がずれたんだよな。その分、インドネシア戦は準備期間が長くなったが中国戦は逆に短くなった。ここは考え方次第だな。確かに中国戦はより疲労とかが問題になるかもしれませんが、日本目線だとインドネシアのが明らかに厄介でしたからね。そう考えるとトータルで見た場合良かったのかなと思いますね。まあ一つ目と二つ目はわかるとして、最後が意味不明よね。もうほぼ突破決めてるしやる気ねえだろみたいな主張なわけですが。なんだかこういうとこが中国っぽい考え方ですよね。日本人は最後までちゃんとやりますから。というかワールドカップの常連とそうでないとこの意識の違いみたいなのもありそうだよな。中国はワールドカップ出場に全力で日本もその点は同じだが、同時にその先を考えてる。中国はとにかくプレーオフ進出しか考えてない。日本はストレート突破を考えると同時にワールドカップに向けても考えてますよね。そうなった場合にたどり着く答えってのが、早々に突破決めてワールドカップに向けてチーム作りしたい。こうなるとむしろ全力でやることになるんよ。ですよね。手を抜いてやらかして突破が遅くなったら目も当てられません。日本にとってアジア最終予選突破は通過点でしかないはずです。ここで余計な時間を使ってはいけない。その辺がワールドカップ常連かどうかの違いだな。なんてふと思ったよ。まあそもそも日本の国民性的に手を抜くはずがないんですけどね。中国はそれを期待してるかもしれませんが、むしろ気を引き締めて全力できますよ。まあでも三つ目の指摘で合ってるのは、怪我を恐れてるってことね。少林サッカーは本当にやめてください。本当に中国戦で怖いのはそれだけ。勝敗の心配はしてないよ。無事に終わってくれ。ではおまけ見ていきましょうか。このグループは日本が抜け出して2位かがカオスになってます。他の試合も要注目。その中でこんな報道が。オーストラリア代表は現地時間19日、FIFA ワールドカップ26アジア最終予選、3次予選、第6節でバーレーン代表と対戦する。2位争いは大混戦になっているため、オーストラリア代表は勝利することが重要だ。それを踏まえ、オーストラリア市 G ページはバーレーン代表の時間稼ぎを警戒している。同メディアは次の試合で何が起こるのかわかり、正確に知っている。グラハム・アーノルド監督の辞任のきっかけになった衝撃的な敗北で、オーストラリア代表は時間を浪費する悪ふざけに巻き込まれてしまった、と指摘しつつも、オーストラリア代表は、あの夜に起きたことに対する責任を逃れようとはしない。結局のところ、オーストラリア代表が負けたのは、バーレーンの堅固な守備を崩すほどボールを扱う技術が全くなかったからだ、と分析している。アウェイで行われる今節の試合に向けては、時計を合わせるとすぐにわかる。オーストラリア代表は審判もそれに気づき、追加時間で計算してくれることを願うしかない、と報じている。記事内でも触れてるけど、オーストラリアは結局は得点取れなかったのが敗因だからね。確かにバーレーンの時間稼ぎがひどいものがあるけど、そんなことをする余裕を与えたこと自体が問題。監督交代しての日本戦で少し盛り返したかなと思ったらサウジアラビア戦もあれでしたからね。このカオスの一番の原因はオーストラリアとサウジアラビアの不調にあるからな。両チーム監督交代もあったけど相変わらずだからカオスが続いてる。なんとなく今節もやらかすんじゃないかと思う。対戦カードはインドネシア対サウジアラビア、バーレーン対オーストラリアです。なんだかまたお互いに足の引っ張り合いみたいな展開になりそうですね。マジでうまいこと勝ち点をお互いに均等にしようとしてくるわよね。日本以外全チーム。なんだってこのグループは面白いですね。という方のグループは試合が進むにつれて結果も見えてきてつまらない。このグループだけは永遠にカオスで面白いです。それも日本代表が抜け出して余裕あるから言えることだな。中国戦も勝って最後まで高みの見物で行きたいぜ。
さて皆さんは今回の件どう思ったでしょうか。高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で意見を聞かせてください。それではまた次回。